JRR ルキンの架空世界である中津国においてドワーフは背の低い眼鏡な種族であり女性も含め全員が髭を生やしていることが特徴である他種族に対して植物や動物を含めてあまり親密とは言えずホビットに対してはまだ有効的な場合が多いがエルフに対しては昔から不信感を抱いていることが見られる典型的なドワーフは タン野や石膏を職業としており、彼らが作り出す作品の中には、エルフの作品よりも優れたものもある。また礼儀もあり誠実ではあるが、多種族とは不和になることさえある。エルフや人間と異なり、ドワーフはイルーバタールの子らには数えられない。ドワーフはタン野を司るアウレによって作られた。しかし、アウレには、自らの作品に独立した生命を与える力が、 なかったその力は、イルーバタールのみが持つ力であったためである。アウレはこれを残念に思い、イルーバタールにドワーフを作り出したことを告白した。イルーバタールは、アルダの創造の計画にドワーフを加えることを約束し、ドワーフに生命を与えた。このことからドワーフは、イルーバタールの養子と呼ばれる。アウレは七人のドワーフの服装を作り、 すべてのドワーフは彼らの子孫である。彼らはエルフが創造されるまでは眠りにつかされた。トールキンの作品に登場するドワーフのほとんどは、ドゥリンの民である。ドゥリンの民は、カザド・ドゥームのドゥリン一世に始まる部族であり、長髭族とも呼ばれる。著名な例外としては、シルマリルの物語で語られる青の山脈のドワーフの、マチノグロドとベレゴストに住むドワーフがある。 彼らは中津国の山々から貴金属を採掘し、加工した。最も有名なドワーフの貴金属はミスリルである。様々な点でドワーフはエルフと人間の中間に位置している。彼らは不死ではないが250年以上の寿命を持っている。彼らは一般的に人間よりも堕落しがたい種族であるが欲にかられて請求な行いをする点では共通している。 ドワーフの言語は、アウレによって創造され、クズぐルと呼ばれている。ドワーフは自分たちの言葉を秘密にしていたため、人間やエルフにとっては、馴染みのない言語であった。ただし、一つだけ有名なドワーフの言葉がある。それは古くは、第一期まで遡る、古代の時の声である。バルク・カザード、カザード・アイメーヌ、バーク・カザード、カザード・アイメーヌと発音され、 ドワーフの斧だ。ドワーフがナンジラを撃つぞ。ノイである。トーリンオーケンシールドは、ホビットの冒険において、十二人のドワーフを伴って、袋工事屋敷を訪れ、財宝を取り戻すたびに、ビルボを加えた。ギムリは、指輪物語において、指輪の仲間に加わり、エルフのレゴラスと親友になった。ドワーフは自分たちの種族を、カザドと呼んでいる。これは、 アウレが彼らに与えた名前である。この言葉は、シンダール語においては、ハゾドリム空演屋においては、カサリと訳された。ノルドールの間では、カサリがドワーフを指す、一般的な言葉であったが、シンダールはナウグリムあるいはノゴスリムつまり、成長を阻害されたものと呼んだ。中津国のドワーフの名前は、その多くが、コエッタの、巫女の予言から取られている。トールキンの著作である。 コビットの冒険と指輪物語が人気を博したことにより、ファンタジー文学においてこの種族を表す用語として、ドワーブズを使うことが普及した。トールキン以前はドワーフスが用いられていた。例えば、ディズニーの白雪姫と七人のコビットスノーホワイトセブン、ドワーフスにおいてもドワーフスが用いられていた。事実、後者の綴りが一般的であったため、 指輪物語の編集者は、トールキンのドワーブズをドワーフスに訂正したほどである。トールキンによれば、ドワーフの本当の歴史的な複数型は、ダワローズかドエローズであるという。彼はかつてドワーブズを個人的な誤った文法と述べている。しかし、指輪物語の追捕編 F において、ドワーフが現在の英語で語られることが多かったならば、 人間の複数型面が保持されているごとく、ドワーフの特殊な複数型も保持されたはずであると述べている。デューロという形は、モリアの名前である、デューロデルフにのみ現れている。トールキンは代わりに、エルフの複数型エルブスに対応するドワーブズを用い、意味が読者にとってわかりやすいようにした。一般と異なる用語を用いたことは、神話やおとぎ話に登場する。 同じような名前を持つ生き物とトールキンのドワーフを区別する役割も果たした。The Letters of J.R.R. トールケイン17。ありがとうございます。